ヨハン2世のサインヨハンシュトラウス2世は、オーストリアのウィーンを中心に活躍した、作曲家、指揮者、ヨハンシュトラウス1世の長男、弟にヨーゼフ・シュトラウスとエドゥアルト・シュトラウス1世が、おいにヨハンシュトラウス3世がいる。生涯のほとんどを、ウィンナーワールズ、ポルカなどの作曲に捧げ、美しく青きとなう、ウィーンの森の物語、皇帝演舞曲などの、 よく知られたワルツを数多く生み出した。オーストリアのみならずヨーロッパ中で絶大な支持を獲得し、ワルツ王、ウィーンの太陽、当時のオーストリア皇帝、フランツヨーゼフ一世と対比する形で、ウィーンのもう一人の皇帝などと呼ばれた。後に、オペレッタの分野にも進出して、オペレッタの最高傑作と言われるコウモリなどを生み出し、オペレッタ王とも呼ばれるようになった。 毎年元日に行われるウィーンフィルのニューイヤーコンサートでは彼を中心とするシュトラウスファミリーの作品をメインにプログラムが組まれる。1890年に取り壊されたヨハンニセイの聖火、ルートビヒウェグマンによるインクへ。1825年10月25日、ウィーンの数キロ南に位置するザンクト、ウルリヒ地区のロフラの通り76番地で誕生した。 シュトラウスキは遠く、ユダヤ系ハンガリー人の血を引いていることは間違いないと思われるが、このことがヨハン2世の生前に何らかの形で言及された記録は残っていない。後年、彼はハンガリーに題材を取った作品を多く残しているが、そのことと自らの家系を結びつけた発言も特にない。 また、数世代も前の回収まで遡って身元調査的に、ユダヤ人呼ばわりする差別が行われ始めたのは、ナチスからであるが、ヒトラーが大のシュトラウスファンであったため、やはり、シュトラウス家の演奏に関して問題にされることはなかった。なお、シュトラウスという政治体が、ユダヤ固有というのは誤りであり、南ドイツ地方ではごくありふれた名前である。父は、音楽家。 ヨハン・シュトラウス一世、母は、居酒屋の娘マリア・アンナ・シュトレームである。婚前妊娠であり、母がヨハンを身ごもったと発覚したことが、両親の結婚のきっかけとなった。ヨハンとその、弟たちは幼い頃、母アンナから次のような話を言い聞かされて育ったと言う。アンナの祖父は、スペイン王国のサル大公だったが、人情沙汰を起こしたためウィーンに逃れてきた。 それは明らかな作り話であるが、シュトラウス家は別詞されていたユダヤ人の子孫であったため、アンナは子供たちに劣等感を持たずに成長して欲しいと願い、母方にはスペインの高貴な地が流れているのだという作り話をしたのだろう、と小宮正康は推測している。ヨハンは生前自分の少年時代について何も語ろうとしなかった。親友がその話題に触れた時、 当惑した表情で、それは辛い思い出だ。と呟いたという。父ヨハンは厳格な人間であった。父ヨハンは自身の率いるシュトラウス楽団において、賃金、練習時間、演奏活動など、あらゆることを思い通りにしており、逆らう者は即刻解雇にした。父の、その厳しさは、家庭でも変わらず、自分に逆らえば、たとえ妻子であろうとも容赦なく、 暴力を振るった。その多忙さから、父は自宅には寝に帰るか、仕事を片付けに立ち寄るだけであった。母、マリアアンナ、ヨハンの音楽家の夢を応援した。自分の誕生時にはすでにウィンナワルツの作曲家として著名だった父ヨハンに影響を受けて、ヨハンは音楽家に憧れるようになった。しかし父の方は音楽家が、 ウッキクサ家業であることを知っていたので、息子たちを音楽家にだけは絶対にさせるつもりはなかった。息子たちが楽器に触れることを固く禁じたが、市民の教養として日常的に行われていたピアノの練習だけは例外的に認められていた。シュトラウス家には父ヨハンのリハーサル場があり、そこからは演奏の音がよく漏れていた。ヨハンは弟ヨーゼフと共に、 それを注意深く聞き取って、連弾して遊んでいた。父は息子たちのピアノに全く関心がなかったが、ある時楽譜出版業者のハスリンガーからこのことを伝えられて驚いた。そして部屋に呼び入れられたヨハンとヨーゼフは、父の前でいつものように連弾した。父は満足げに、お前たち誰にも引けを取らないぞと語り、二人はそれぞれフード付きの上等なマントを褒美に、 与えられた。幼少期のヨハンはサルマンスドルフという村にある母方の祖父母の家でよく夏を過ごしていた。1830年6歳の時に祖父の家の小さな卓上ピアノで36小節のみからなるワルツを作曲し、アンナがそれを譜面に打ち、最初の着想と名付けた。また5分で曲を作ってヨーゼフに歌わせたこともある。 とのちに本人が証言している。音楽家に憧れるヨハンにしてみれば、父から許されたピアノを弾くだけでは到底満足がいかなかった。父のようにバイオリンを弾きたかったため、わずか8歳の時に、同じアパートに住む14歳の少女と近所の裁縫師の息子をピアノの弟子とし、授業料を取るようになった。こうして自ら貯めた金銭をもとにバイオリンを買った、ヨハンは、 鏡の前に立って、父親を曲げて、バイオリンの練習をするのを日課とした。ところがある日、この練習が父ヨハンに見つかってしまう。父は激怒し、ヨハンが手に持っていたバイオリンを奪って、叩き壊してしまった。やがて父ヨハンは、エミーリエ・トランプッシュという若い愛人を作って、彼女のもとに入り浸るようになる。父は、アンナのもとにはろくに生活費を送らず、 愛人に貢ぐようになった。父が、ヨハンの音楽への興味関心をへし折ろうと、知っていたのとは逆に、母アンナは息子を応援した。夫が、息子のバイオリンを壊した、戦術の出来事の後、アンナは、すぐさま新たなバイオリンを息子に買い与えた。アンナの胸中には、息子を、夫以上の音楽家に育てて、愛人のもとに入り浸って、家庭を帰り見ようとしない夫に復讐してやろうという。 思いがあったのである。ヨハンは、儀式学校での勉強をやめ、密かに、シュトラウス学団の第一奏者フランツアモンから、バイオリンを学んだが、これを知った父ヨハンは彼を、すぐさま解雇した。その後ヨハンは、小学部に入学して簿記などを学んだが、1842年に、これを退学して音楽に専念することにした。今度は、教会のオルガン奏者、 ヨーゼフ・ドレクスラーに支持し、ドレクスラーの下で火星を中心とする楽天を叩き込まれた。ほぼ独学で音楽を学んだ父ヨハンとは対照的に、ヨハン2世は正当的な学習によって音楽の基礎を築こうとしたのである。当時18歳、デビューしたてのヨハン・シュトラウス2世、ヨハン2世のデビューの新聞告知、ダンスの夕べと広告されたが、 当日は事実上のコンサートとなった1844年、ヨハン二世は修行を終え、デビューコンサートに向けて準備を開始した。ライバルだったヨーゼフランナーが1843年に世を去った、後、父ヨハンはビーンのダンス音楽の派遣を掌握していた。そんな状況において、自身と同盟の息子が挑戦してきたことに父は強い危機感を覚えた。 息子のデビューを妨害すべく、父は、ウィーン中の名だたる飲食店に圧力をかけ、配下の楽団員には息子に味方することを禁じ、さらには、新聞記者を買収して、息子の中小記事を書かせようとすらした。これらの父の動きに対し、ヨハンも負けじと対抗した。まだ父の息のかかっていない、新しい飲食店に徹底的にアピールし、そしてうずもれた、有能な若手を中心とした。 音楽家の発掘に努め、さらに超人記事を書いてくれる新聞社とも契約を結んだ。当時の法律により、音楽家になるには20歳以上でなければならなかったが、当時ヨハンはまだ18歳であった。そこでヨハンは役所に行き、父親が家庭を帰り見ないために生活が苦しく、私、一人で母や弟の面倒を見なければならないのです、と涙ながらに訴えた。 有名人の息子の願い出に対し、ついには頑固な役人も首を縦に振った。おまけに、家族を助ける青年音楽家という美談がウィーンに広まり、ヨハン二世の印象を良いものにしてくれた。デビューコンサートは10月15日、シェーンブルーン宮殿近くのカジノドームマイヤーに決まった。発掘してきた音楽家で独自の楽団を作ったヨハンは、帝国の午後6時に登場し、 父と同じスタイルのバイオリンを演奏しながら華麗に指揮をするというやり方で指揮者としてデビューした。この日のためにデビューを意識した題名の新曲が作られ演奏された。以下はデビューコンサートで演奏されたヨハン2世の楽曲である。ヨハン2世はこのデビューコンサートによって指揮者、バイオリン奏者、作曲家としての才能を 自らが備えているということを講習の前で証明してみせた。10月19日付のデアワンダラー史上でフランツビーストはおやすみランナー、こんばんはシュトラウス一世、おはようシュトラウス二世、という有名な言葉を残した。演奏会は大成功であったが宣伝のチラシには大きくヨハン・シュトラウスと印字されていたし、デビューコンサートを締めくくったのは父の代表作、 ローレライラインの調べであった。宮廷舞踏会音楽監督にまでなっていた父ヨハンの人気を無視することは不可能だったのである。ともかく、こうして父とはライバル作曲家となり、互いに競争を余儀なくされることになった。第二のワルツ合戦が幕を開けたこの年、母アンナは夫に離縁状を叩きつけ、離婚が正式に成立した。 1846年から1847年の間に、シュトラウス親子は同じオペラに基づく楽曲3つをそれぞれ作曲した。これらはいずれもカドリーユであることから、カドリーユ対決と呼ばれる。しかしやがて親子は和解し、音楽上の協力までするようになったという。ヨハン2世が東欧への演奏旅行に行っていた際、1848年革命が起こる。 これに際して、ヨハン2世は、直ちに祖国に戻って、オーストリア南部のシュタヤーマルクから、ウィーンの革命の成り行きを傍観した。そして、市民側が優勢と判断し、革命支持者を名乗って、ウィーンへ戻った。そして、革命更新曲、学生更新曲、自由の歌などを作曲し、学生を中心とする若い革命参加者の先頭に立った。 挙句の果てには、当時オーストリアでは禁制だった、フランスの革命家、ラ・マルセエーズを演奏してみせた。このような反政府的活動によって、当時の宮廷からは嫌われることになった。やがて、ヨハン2世は、革命運動に嫌気がさしてきて、革命が鎮圧されると、ヨハン2世はバリケードを片付け、元の生活に戻ろうとした。皇帝が、 フェルディナント一世からフランツ・ヨーゼフ一世に変わると、ヨハン二世は一転し、皇帝フランツ・ヨーゼフ更新曲を作曲するも、皇帝からは何の反応もなかった。ヨハン二世は、ラ・マルセエーズを演奏したことから、要注意人物として警察に監視されるようになってしまった。警察への出頭を命じられ、この時の様子を激しく細かく尋問された。ここで、ヨハン二世は、 確固とした思想によるものではなく、単なる出来心に過ぎない、と繰り返し供述した。最後には、もう二度と、このような、バカな真似はいたしません。ですから、どうか、お許しをと深く後悔した様子で、警察官に誓ったという、シュトラウス三兄弟のモンタージュ写真。左から順に、マッテー、エドワルト、ヨハン二世、長尾とヨーゼフ1849年。 父、ヨハン一世が死去する。父の葬儀を済ませた後、ヨハンは、シュトラウス楽団を自分の楽団に吸収した。それまで親子に分散されていた仕事が、父の死によって、ヨハンの元に集中するようになった。この時期のヨハンは、非常に忙しく、一晩に舞踏場やレストランを5軒以上も演奏に回ったとされ、馬車の中で作られたルツもあるとさえ伝えられる。 5箇所以上の演奏場に自身の名を冠したオーケストラを置いたため、シュトラウス楽団は一時期200人を超える大所帯だったという。なお、ヨハン一世が務めていた宮廷舞踏会音楽監督の役職は、宮廷に嫌われてしまっていたヨハン二世が引き継ぐことは叶わず、フィリップ・ファールバッハイ一世に奪われてしまった。1851年秋、 フランツヨーゼフ一世の命名日を祝う式典に、便乗して、カドリンユ、バンザイ、を作曲し、皇帝に検定した。それが功を奏したのか、1852年の社肉祭において、ヨハンは宮廷のダンスの指揮をやっと許された。1853年に皇帝襲撃事件に際しては、皇帝フランツヨーゼフ一世救命祝賀行進曲を作曲し、 皇帝の婚礼に際しては、ミルテの果敢を作曲するなど、ハプスブルク家との結びつきを次第に強めていった。こうしてヨハンは、宮廷での仕事も持つようになった。この頃のヨハンは、あまりの忙しさのために、しばしば再起不能かと思われるほどの重病に倒れた。1850年には過労によって、既得状態にまで陥った。そこで、母アンナは1853年、 次男ヨーゼフに兄の代役として指揮者を務めさせることを思いつき、ヨハンもこれに同調した。さらに、アンナとヨハンはマッテ・エドアルトをも音楽家の道に引きずり込んだ。結果的にはヨハンが倒れたことが、弟たちに音楽家人生を歩ませるきっかけとなったのである。法律家協会、医師会、技術家協会、芸術家協会などの団体が公開舞踏会を催す際には、 決まって、ヨハンの元に、新曲の依頼が飛び込んできた。兄弟で仕事を分担するようになっても、ヨハンの生活は相変わらず多忙を極め、いつも、夜会服を着て暮らす男と呼ばれることもあった。パブロフスク駅舎での演奏会の様子父と同じく、ヨハンの音楽活動は、オーストリア国内にはどまらなかった。特にこの時代、もはやウィーンは、ワルツビジネスの市場として狭いものになっていた。 そこでヨハンは1856年にロシアの鉄道会社と契約を結び、夏のシーズンにはパブロフスクの駅舎で演奏会を指揮するようになった。パブロフスクでの宿泊費は鉄道会社が負担し、報酬は1万8000銀ルーブルと規定された。ウィーンでは宮廷部東会での指揮が9グルテン、楽譜の印税が割率1曲につき250グルテンであり、 ロシアで支払われる報酬は破格の金額であった。ウィーンでは学団員への給与支払いに困り、学府出版業者ハスリンガーの前払いによって、急場をしのぐことがあったが、ロシアで仕事を持った後は、そのようなことはなくなった。1857年の夏、ヨハンはハスリンガーに宛てて、次の手紙を書いている。生きるなら、ロシアに限ります。ここには、金があります。 金のあるところにこそ人生がまさに人生があるのです。ウィーンの舞踏会やガーデンフェスティバルでこんな額の金を手にすることは不可能です。ウィーン宮廷とは対照的にヨハンはロシア宮廷の長寿となった。パブロフスクの演奏会には皇帝アレクサンドル2世一家も姿を見せ、チェロの名手であった皇帝の弟コンスタンチン・ニコラエビチ大公は ヨハンのオーケストラに加わって演奏することもあったという。ヨハンはしばしば、サールスコエセローやパブロフスク宮殿に招かれて、ロシア皇室の艦隊を受け、大冠式や、その祝賀行事にも招待された。契約金はその後さらに引き上げられ、1859年には2万、銀ルーブルに、1865年には4万、銀ルーブルになった。 パブルフスクでの演奏はシュトラウス家に莫大な富をもたらした。このコンサートは1856年から1865年までの10年間にわたって続けられた。すなわち、ヨハンは1年のうちのほぼ半分をパブルフスクでの作曲、式に費やすという生活を毎年10年にわたって続けたのである。この10年間の後も、 ヨハンは1869年と1886年の2回、パブロフスクでのコンサートを引き受けている。シュトラウスとオフフェンバックの風刺が、一作目のオペレッタで、シュトラウスはすでにオフェンバックをしのいでしまった1870年は、ヨハンの身内が次々と世を去った不幸な年だった。母アンナ、弟ヨーゼフ、さらにはおばが息を引き取り、死に対して、 病的な恐怖心を抱いていたとされるヨハンは、精神的にすっかり参ってしまった。作曲意欲を失ったヨハンに対して、妻、ヘンリエッテや、周囲の人間は、オペレッタの作曲を熱烈に進めた。かつてオフフェンバックに、君もオペレッタを書いてみたらどうだいと勧められていた、影響もあって、ヨハンはオペレッタへの道を進むことを決意した。苦労して、手に入れた。 宮廷舞踏会音楽監督の地位を1871年1月にマッテイ・エドゥアルトに譲って最初のオペレッタ、インディゴと40人の盗賊のために集中した。台本の評価はあまり良くないが、ヨハンの音楽と舞台の華やかさ、晴れやかな踊りのおかげで成功を収めた。オペレッタに進出した1871年以降、ヨハンは新しいダンス音楽をほとんど書かなくなった。 これ以降、ヨハンはオペレッタに活動の場を打ちし、またイズアルトはシュトラウス楽団の頂点に君臨することとなった。最初のうちはオフェンバックに大きく遅れをとっていたが、やがてヨハンはオフェンバックを遥かに凌駕するオペレッタ作曲家となった。今日ではヨハンのコウモリとジップシー岩尺がオペレッタの王座を獲得し、その上演回数はオフェンバックの 天国と地獄とは比較にならないほど多い。ヨハンは台本選びが苦手だったと言われ、彼のオペレッタの大部分は今日では忘れ去られているが、他にジップシー男爵、ベネチアの人よ、規制曲をつないだウィーン気室が今日でもしばしば上演されている。ボストン世界平和記念祭。1872年6月17日、アメリカのボストンで アメリカ独立100周年の祝典を兼ねた世界平和記念祭及び国際音楽祭が開催されることとなった。この指揮者として招かれたのが当時トップクラスの人気を誇る音楽家だったヨハンである。報酬は当時としては破格の10万ドルとされた。旅行嫌いだったヨハンは大西洋を越える長い船旅に恐怖心を抱いておりあまり乗り気ではなかった。妻、 ヘンリエッテの説得によってアメリカ訪問を決意したが、この際ヨハンは船旅にあたって遺言書を作成したという。このボストン世界平和記念祭は、聴衆10万人という当時としては、空前の規模の演奏会であった。美しく青きドナウの式の際、2万人の演奏者と歌手に正しいテンポを与えるため、100人の副指揮者が補助として配置された。 以下に、ボストン世界平和記念祭についてのヨハンの弁護を記す。私ができたのは、すぐそばの人に理解させることくらいだった。練習も合わせることが問題で、演奏や芸術的感性などまるで考えられなかった。だがこれを断ると、返すのに一生かかるほどの医薬金を払わねばならない。10万人のアメリカ人の前に立った私の姿を、想像してみてください。 どうやって始めたらいいのか、どうやって終わらせたらいいのか。突然大砲の音が響き渡った。私たち2万人にコンサートを始めろという優しいウィンクである私が指示を出すと、配下の複式者100人はできる限り迅速にそれに従った。こうして英雄劇とも言うべきスペクタクルが始まった。これは一生忘れることができない。全員が大体のところ、 同じ瞬間に始められたので、私の全神経は今度は同時に終わることに集中した。おかげさまで、それもできた。これが人間のできる限界である。聴衆10万人の拍手が鳴り響き、私はほっとした。再び外の空気に触れ、しっかりとした大地に足を下ろしたような感じだった。翌日、私はアメリカ全土を回る学竜の先駆けとして、 カリフォルニア全土の演奏旅行を私に約束しに来る工業士の一連隊から逃げなければならなかった。ボストンで十数回のコンサートと舞踏会を指揮した後、ヨハンはさらにニューヨークでのコンサートに臨み、いずれも大成功で熱狂的な歓迎を受けた。なお、この成功にもかかわらず、ヨハンはアメリカの馬鹿げた音楽の聴衆を軽蔑したと言われる。 ヨハン2世の音楽家生活50周年を祝う、四面1844年のデビューから50年後の1894年、10月15日前後に、ヨハンの音楽家生活50周年のための一連の祝賀行事が盛大にも要された。12日、アンデアウィーン劇場において、祝賀オペレッタとして、ヨハンによる14作目のオペレッタ、リンゴ祭りが初演されたのが、 祝賀行事の皮切りだった。翌13日には、ヨハンのワルツ音楽をつないで作られたバレエ、ウィーン巡りが、ウィーン宮廷歌劇場で初演され、14日には、ウィーン楽友協会で、作曲家、ヨハン・シュトラウスの50周年祝賀演奏会が開かれた。同日夕方5時半からは、弟エドアルト率いるシュトラウス楽団により、作曲家、 ヨハン・シュトラウスの50周年を祝う祝賀演奏会が開催された。15日の夜10時からは、リング・シュトランセいのグランドホテルで、花々しい晩餐会が開かれた。そして、28日にコウモリをウィーン宮廷歌劇場で上演して、すべての祝賀行事が締めくくられた。これらの祝賀所行事は、シュトラウス祝賀委員会が取り仕切り、ヨハンはすべての行事に出席した。 この他にも、シュトラウス祝賀委員会とは関係のない祝賀行事が、ウィーンの街の至るところで開かれ、十六日付の、フレムダン・ブロット氏は、ウィーン音楽が演奏される酒場において、祝われるべき人に思いを馳せなかったところは一つもない、と評した。フォルクスガルテン、クアサロン、造園協会、ゾフィエンザール、ホップフナー、プラーターの第二コーヒーハウスなど、ウィーンの名だたる娯楽場で、 シュトラウスを祝賀する演奏が催され、ウィーンの新聞各紙は文芸欄でこぞって、ヨハンの功績を褒めたたえた。祝賀のためのオペレッタ、ウィーン巡りに足を運んだ、ヨハン二世は十分すぎるよ。私はこれに見合うことはしていない。十分すぎないかいという言葉を残したという。この数年前には、 皇帝フランツ・ヨーゼフ一世以上の票を得て、世界三大有名人の一人に選ばれるなど、ヨハンの人気は絶頂にあった。横たえられた、ヨハン二世の遺体が当一つのドイツをテーマに掲げたドイツ射撃連盟のイベントに寄せられた、行進曲、狙って、があるように、国籍を移した晩年は大ドイツ主義的な立場への傾斜が伺われる。もっともこれらは、長らく、 ドイツ諸国の名手でありながら統一ドイツから除外されてしまったオーストリア国民の気分を反映したものといえ、オーストリア人とプロイセン人の組み合わせによる3組のカップルが誕生して終わる、期過劇、ウィーン気質のストーリーにも濃厚に伺える。年をとってもヨハンは黒々とした髪、豊かな髭、若々しい肌、伸びた背筋を保っていた。そのためヨハンはしばしば、 永遠の若者と呼ばれたが、髪の黒さは染め子、髭はポマード、肌はくれない、背筋は塩味服の下の残るセットのおかげであった。人々の前では元気に振る舞いながらも、家に帰れば疲れ果てた様子で、ソファーに倒れ込むような状態だった。老いは確実に、ヨハンの体を蝕んでいたのである。ヨハン自身も死がそう遠くないことを悟っていたようで。 作品番号の付けられた最後の作品、ライムント時代の調べは、まるで生涯を改装するかのような作品となっている。グスタフ・マーラーから、ウィーン・宮廷歌劇場で上演するバレエ曲を移植されたが、ヨハンの存命中には完成せず、未完のまま、よう去ることになる。1899年の5月下旬、劇場で自作曲の指揮をしていたヨハンは、ひどいお感を覚え、 数日後に無料をして、サイン会を開いた後、その晩から寝込んでしまった。何人かの医師が診察した結果、当時は命取りの病とされた肺炎であることが判明した。妻アデイレはヨハンに本当の病状を隠し、神経痛ですから、しばらく我慢してね。すぐに良くなるわよと嘘をついた。書きかけのバレエがよほど気になっていたようで、作業を中断せざるを得ない、悔しさを。 幾度となく口にした。肺炎に侵された体を無理やり起こし、作曲の筆を取ろうとした。高熱に襲われ、幻覚症状に陥ったヨハンには、周囲の人形がバレリーナに見えたらしい。6月3日、前の晩から月きっきりで看病していた妻アデイレから、あなた、お疲れでしょう。少しお休みになったら、と言われたヨハンは、微笑んで、そうだね。どっちみちそうなるだろう。 と答えて、目をつぶった。これが、ヨハンの最後の言葉だった。その日の午後4時15分、妻に見取られて死去した。去年75、マーラーが、未完の作品を上演することはなかった。ヨハンが死去したという知らせを受けたウィーン氏は、直ちに、ウィーン中央墓地の中に特別墓地を設けることを決定した。葬式には十万人の市民が参列したとされ、この際ヨハンの、 新曲がいくつも追悼として演奏された。未亡人となったヨハンの妻アデイレが夫の未発表作品を世に送り出し、さらには残された膨大なスケッチを集め、別の作曲家に依頼して、それらを巧みにつなげさせ、新作として発表したのである。四五数年を経てからもヨハンの新曲は次々と世に出された。その後ウィーンでは我らがワルツオの思い出、 シュトラウスの家などの歌が流行した。ヨハンの死から5年後の1904年、シュトラウス記念像を混流しようとする動きが高まった。その名を知らぬ者はいないほどの有名人であったにも、かかわらず、その銅像は一つもなかったのである。委員会が設置され、記念像混流のための募金が始められたが、その途上で、サラエボ事件が起こり、活動も挫折を余儀なくされる。 第一次世界大戦に敗北して、共和制に移行したオストリアについて、ヨハン・シュトラウスと共に、ハプスブルク帝国も死んだといった評価がされることもある。1921年、ついに黄金に輝くシュトラウス記念像が、混流されたが、贅沢すぎるとの批判を受けて、黒色に塗り替えられた。 1991年に改めて元の金色に塗り直されたヨハン・シュトラウス記念像は現在、ウィーンの代表的な観光名所の一つとして親しまれている。オルガ・スミルニツキー・ヨハン・シュトラウス2世は、生涯に3度の結婚を経験している。3人の妻との間に、子女はいない。ヨハンは、生前様々な女性と浮き名を流しており、肉体関係を結んだ相手も数知れず、 公職がたたって性病にかかったこともある。性病のために子供ができなかったという噂や、創生した弟、ヨーゼフの未亡人カロリーネに手を出したとの噂も、囁かれた。未亡人となった最後の妻アデーレは、このような噂を必死になって否定し、ヨハンの清潔さを懸念した。マイナツ、パブロフスクへ演奏旅行していたヨハンは、30歳の頃に、 オルガスミルニツキーというロシア貴族の娘と知り合った。二人は結婚の約束まで交わしたが、彼女の両親の反対によって別れたという。アデーレは、この件に関して、ゴーの残したオルガとの手紙を残らず、世間に公表した。この清純な悲恋物語は、アデーレによってかなり誇張されて、世に出回った。アデーレは、世間に知られたくない夫の側面を隠し通そうと。 したのである。オルガの他にも、シュトラウスの自宅付近に住んでいたエリーゼという女性との結婚を考えたこともある。エリーゼは母アンナが息子の花嫁候補と考えた女性であり、実現はしなかったが、ヨハンも彼女との結婚に乗り気で、エリーゼポルカを作曲している。以下、ヨハンの夫人となった女性を挙げる。カッコ内は婚姻期間である。 最初の妻ヘンリエッテ・オペラ歌手時代のヘンリエッテ・ヨハンが最初に結婚したのは銀行家のモーリッツ・フォント・デスコ男爵の愛人ですでに二人の子持ちでしかもヨハンよりも十一歳も年上の女性ヘンリエッテ・ハルベツキーだったヨハンは社交界の花形であり彼の周囲にはいつも美しい女性が集まっており彼がどんな女性と結婚するかはウィーンの街角を賑わせた話題だった そのような状況で、ヨハンが選んだ相手に、ウィーンの人々は驚いた。特に、ウィーンの女性は、このニュースを聞いて呆然としたという。ヘンリエッテはかつて、イエッティという芸名で、オペラ歌手として舞台に立ち、名歌手のジェニー・リンドに匹敵する人気があったと言われる。ヨハンが彼女と初めて出会ったのは、トデスコ男爵家で模様された、舞踏会に指揮者として招かれた時のことである。 この時、ヨハンは男爵と同棲していたヘンリエッテに一目惚れし、しばしば男爵家の彼女のもとへ通うようになった。やがて、ヨハンとヘンリエッテが、相思相愛の中になったことを知ると、トデスコ男爵は、二人の結婚を快く認めた。1862年4月にヨハンはパブロフスクに赴いたが、現地でヨハンは病気を再発したとの報を受け、 弟ヨーゼフが代役を果たすために、ロシアに急行した。兄に会ったヨーゼフによると、ヨハンに病気らしい様子は見られず、ヨハンは4日後に、突然ウィーンへの帰路に着いた。そして、ウィーンに帰ってからのヨハンは、ヘンリエッテとの結婚のための諸々の準備をし始めた。ヨーゼフは、自身の妻カロリーネに宛てた手紙で、兄は、医師や教授らすべての人を担いだのだと書いている。 1862年8月末、聖シテファン教会において彼女との結婚式が取り行われた。新郎ヨハンは36歳、新婦ヘンリエッテは47歳であった。実家のすぐ近くに新居を構え、新婚生活を送るようになった。母アンナは、息子の妻には家柄や身持ちのしっかりした女性をと望んでいたので、 最初のうちはヘンリエッテを心よく思っていなかったようである。しかし、ヨハンが国外に演奏旅行に出かけた留守中に一緒に暮らすようになってからは、アンナのヘンリエッテに対する気持ちも変わったと言われている。ヘンリエッテにはかなりの財産があり、社交界でも花形的存在であったことから、ウィーンの上流社会に有力な骨を持っていた。結婚の2年後にヨハンは、 宮廷舞踏会の学長に就任することができたが、これもヘンリエッテの影の力があったからだと言われる。ヨハンは妻のことを僕の財布と呼び、ヘンリエッテは夫のことを私の坊やと呼んだ。財政的にも豊かになったおかげで仕事を選べるようになり、ヨハンは式よりもむしろ作曲に力を注ぐようになった。また、ヘンリエッテは音楽家の妻として、 理想的な性格であったことから、ヨハンは彼女と結婚したことによって音楽家として大きく成長することができた。1870年、母アンナと弟ヨーゼフが相次いで世を去り、ヨハンは大変なショックを受けた。宮廷舞踏会学長などのすべての公的な仕事から手を引いたヨハンに、ヘンリエッテはオペレッタの作曲を進めた。当初ヨハンは自分にはその才能がない。 歌詞のあるものに作曲するのは苦手だなどと言って断ったが、ヘンリエッテが熱心に進めるのでオペレッタを手掛けるようになった。ヘンリエッテは、ヨハンの曲を歌ってみて、それに色々とアドバイスを与えて励ましたという。ヘンリエッテが60歳を超えて、急激に老け始めると、妻に対するヨハンの愛情をさめていき、浮気を重ねた。ヘンリエッテが死んだ際。 死を病的なまでに怖がっていたヨハンは、葬儀の一切をマッテイ・エズアルトに任せて、ウィーンから雲隠れしてしまったとされる。二番目の妻、アンゲリカ・ヘンリエッテの死から、半月も経たないうちに、20歳の歌手、アンゲリカ・ディットリヒが、ヨハンの知人の指揮者の紹介で、ヨハンの元にやってきた。ヨハンは27歳も年下のアンゲリカに一目ぼれして、夢中になって求婚し、 ヘンリエッテの死のわずか2ヶ月後に再婚した。ヨハンの作品400、キスワルツには、愛する妻アンゲリカへという拳字が添えられており、ヨハンの熱の上げようが伺える。肉体的にも、精神的にも、この年の差夫婦が釣り合うはずがなかった。華やかな音楽家の生活に憧れてヨハンと結婚したアンゲリカは、すぐにヨハンとの結婚に失望した。ヨハンのことを、追いぼれ。 と罵の,のり、平然と浮気をするようになった。アンゲリカは、結婚5年目に、アンデアウィーン劇場の若い監督シュタイナーと恋に落ち、ヨハンを捨てて、彼の元に走った。面目を失ったヨハンは、オーストリア国外に逃れようとすら考えたという。なお、彼女はその後すぐに監督と、破局し、ヨハンを裏切ったことを、後年しきりに悔やんでいたと伝えられる。1926年、 ヨハンの手紙をまとめて出版した。三番目の妻アデーレある日、フェルディナント教のたもとで、アデーレ・ドイッチェに出会う。彼女は、ヨハンの幼馴染で、シュトラウスというヨハンと同性の家に嫁いだが、夫に先立たれ、未亡人となっていた。かつてヨハンがヘンリエッテと暮らしていた、鹿の館で、隣人同士でもあった。ヨハンはアデーレが少女だった頃から好意を寄せていたので、 フェルディナント卿での再会後、時折贈り物をしたりして、彼女に近づくようになり、ついにはその心を射止めた。アデーレは、別れた妻アンゲリカよりもさらに若い26歳だった。しかし、アデーレとの結婚にはいくつか障壁があった。駆け落ちした妻アンゲリカは結局恋人に捨てられ、ヨハンとよりを戻そうとしていた。そのため、アンゲリカは正式な離婚になかなか応じようと、 しなかったのである。また、アデーレはプロテスタントでしかもユダヤ人であり、カトリックのヨハンが彼女とウィーンで結婚するのは面倒なことが多かった。ヨハンには離婚の前歴があるため、カトリックの教義によって再婚は無効とみなされたのである。そこでヨハンはオーストリア国籍を捨てて、ドイツ帝国内のザクセンコーブルクゴータ公国に席を移し、さらにプロテスタントに回収した。 この国籍変更には、ヨハンの熱心な信奉者であった公爵エルンスとニセイの尽力があった。ヨハンとアデーレはただ国籍を移しただけで、その後もウィーンで暮らした。広告内に家を構え、税金も納めたが、それらはあくまでも結婚のための方便に過ぎなかった。アデーレは最初の妻、ヘンリエッテのように献身的な女性であり、彼女との夫婦生活は、 幸福なものであった。アデーレはかつて隣人時代にヘンリエッテがどのようにヨハンを支えていたかを知っていたのである。また、子供のいないヨハンは彼女の連れ子であるアリーチェを実の娘のように可愛がったという。なお、アリーチェは1896年にヨハンと信仰のあった画家フランツ・フォンバイロスと結婚している。ブラームスと共に、 同時代に活躍した大多数の音楽家たちは、ヨハン二世を当代で最も優れた作曲家であると認めていた。リヒャルト・シュトラウスは、ヨハン二世のことを世界に喜びを分け与えるべく天性の素質に恵まれているものの中で、ヨハン・シュトラウスこそ、とりわけ私を引きつけ離さぬ最高の人と称賛しており、ヨハン二世を思い浮かべることなしに、 バラの騎士のワルツを生み出すことはありえなかったと言っている。また、当時ベートーベンの正当な後継者と称えられていたブラームスは、シュトラウスの音楽こそウィーンの地であり、ベートーベン、シューベルトの流れを直接受けた主流であると言っている。ブラームスの支持は大きな影響があり、かつてヨハン2世の作品を現代的すぎるワレッツのレクイエムなどと酷評していた音楽評論家、 エドアルト・ハンスリックは立場を変え、オペラ、キシパズマンの頃には、今日では、彼が最も効果的なバレエを書くことができる、唯一の作曲家であるなどと称賛するほどになった。その他、ワーグナーなども、自分に、このような軽い音楽を書けないのが残念だとヨハン二世の、ワレツの指揮をした後に語り、彼は、ヨーロッパ音楽の最高峰の一つである。 我々の古典はモーツァルトからシュトラウスまで一筋に続いていると評している。チャイコフスキーも彼の作品を愛した一人でバレエ音楽、くるみ割り人形の花のワルツはヨハン二世の様式に習っている。また、若き日はウィーン宮廷歌劇場の総監督として名声高かったマーラーはそれまでオペレッタを上演することがなかった、どうか劇場でオペレッタ、コウモリを正式に レパートリーとしている。上記のように、同時代の仲間から極めて高い評価を得ているにも、かかわらず、ワルツやポルカといった作品はしばしば、低俗とみなされ、今日において、それらの作曲家である、ヨハン2世のクラシック作曲家としての評価は、一般的に高くない。1989年のニューイヤーコンサートにまつわる、エピソードはその恒例である。 コンサートの録音終了後、ソニークラシカルは CD 発売権を得るために指揮者、カルロス・クライバーに50万マルクという高額を提示した。この時、ドイツグラモフォンの元社長は、たかがダンス音楽にだったら、ベートーベンの作品の CD を1枚出すのにどんな額になるとの思いを抱いたという。また、クラシック音楽についての大多数の書籍では、 同性のリヒャルとシュトラウスについての記述の方が、はるかに多い。マゼール退任後は、ニューイヤーコンサートが臨番制となったため、今日では、世界の大指揮者の大部分が、シュトラウス作品を多く手がけるようになったが、それ以前は録音活動は活発でも、ウィンナワルツ州など一枚も手がけていない指揮者の方が、多数派であり、まして、 シュトラウス作品を再三にわたって録音し続けた大指揮者となると、マゼール以前の世代では、カラヤン、クラウスぐらいである。こうした流れからすると、ニューイヤーコンサート最後のレギュラー指揮者を引き受けた、マゼール及び同世代のカルロス・クライバー、アーノン・クールらのシュトラウスへの肩入れは、演奏会における大きな展開点になったとも言える。評論においては、処理の単純さ、 革新性の乏しさを指摘する文が吉田秀和、宇野広報、村田武雄らによって書かれており、業界外の文筆家としては、ドナルド・キーインがシュトラウス嫌いを明言している。シュトラウスは、史上稀に見るメロディメーカーであったが、クラシック音楽において真に重視されるのは、むしろその後の作業であり、メロディ作りを苦手としながらも、巨匠として偶される例は少なくない。 全く違った種類の才能で勝負する、機械音楽の第一人者であったにもかかわらず、今日では、方向性をことにしたはずの大作曲家たちと同じ、指揮者やオーケストラに演奏され続けるシュトラウスは、ある意味では、古法としての異彩を放っている。ヨハン・シュトラウスとして、バラの品種名にもなっている、いわゆる、十大代ワルツは、太字で表記。ありがとうございます。